この思いを消してしまうにはまだ人生長い。ではその実力を見せてもらおうかいの。よいか、この岩からあそこの木までちょうど100メートルある。お前たち何秒であそこまで走ることができるかな。僕が先に走ってみせましょう。おお、自信ありげじゃな。ええ、お見せしますよ。オリンピックにも出場できるほどの足を。では行くぞ。ほい。すごいの、10秒4じゃ。こりゃ大したもんじゃ。おい、みんなもう走っていいのか。おう、よっしゃ、行くぞ。よーほい。おお、悟空も結構速いんだな。うんうん、おお、11秒ちょうどか。これまた随分速いが、クリリンには及ばんかったの。おじいちゃん、靴変えてもう一回走っていいか。なんだ、僕に負けたのを靴のせいにする気なのか。ほらの靴ぶっ壊れてんだ。ほれほいほい。は、8秒後。それ早いのか。めちゃめちゃ早いの。お前たち大したもんじゃ。じゃがまだまだ人間のレベル。え、完成された武道家になるためにはその人間のレベルを超えね。クリリン、わしのタイムを測れ。え、無天老師様も走られるんですか。いや、最近運動不足やからどんなもんかの。いきます、よーい。はっ。何秒じゃ。 5秒6です。5秒6か、まあまあかな。探してる、分かってくれますように犠牲。